こんにちは。本日は STM32WB 開発エコシステムによる Bluetooth ローエナジー開発実習ツール動作確認のプレゼンテーションをご覧いただきありがとうございます。今回のプレゼンテーションは弊社の 2.4GHz の無線マイコンの STM32WB を初めて使われるお客様がBluetooth ローエナジーの機器の開発をスムーズに進められるように、開発環境の構築や使い方を実習を通して学習していただくことを目的としております。本実習を受講される際、事前に実習で使用する開発ツールのインストールが必要になります。本プレゼンテーションでは、皆様の事前準備が完了していることを前提に進めていきますのでご了承ください。それでは早速今回の実習で使用するツールの動作確認をしていきたいと思います。実習で使用する開発環境ですが、ボードは STM32WB55 が搭載のNucleoボード、統合開発環境は弊社製の STM32Cube IDE を使用します。また、ソフトウェアライブラリーとして STM32Cube MX と STM32Cube WB を使用します。その他、フラッシュプログラミングソフトの STM32Cube Programmerとスマートフォンアプリの ST-BLE センサーを使用します。実習を行うには、事前に次に挙げる4点の準備が必要になります。1つ目は、統合開発環境の STM32Cube IDE とファームウェアパッケージの STM32Cube WB のインストールです。2つ目は、サンプルプログラムのコンパイル確認です。3つ目は、フラッシュプログラミングツールのSTM32CubeProgrammer のインストールです。4つ目はスマートフォンアプリの ST-BLE センサーのインストールです。以上が事前準備の内容になります。なお、詳細に関しましては、こちらのリンクに資料が用意されておりますので、ご参照いただければと思います。これより事前準備が完了していることを前提に説明させていただきます。それではこれよりサンプルプログラムを使用してツールの動作確認をしていきます。使用するサンプルプログラムは Bluetooth ローエナジーを使用したルーター機能のサンプルプログラムで STM32CubeWB のファームウェアパッケージに含まれています。手順としましては、ボードの開封、ボードと PC の接続、ST-LINK デバッガーのドライバーのインストール確認、STM32CubeWB ファームウェアパッケージの保存場所の確認、Bluetooth ローエナジーのスタックのデバイスへのダウンロード、そして最後にサンプルプログラムのコンパイル及び動作確認となります。では、ボードを開封します。プラスチックのケースの蓋を開いて、白い方のボードを取り出してください。ボードにはヘッダーピンが複数ありますので、取り出すときに怪我をしないように十分にご注意ください。また、中のリーフレットにはヘッダーピンのピン配置などが記載されております。必要に応じてご利用いただければと思います。次に取り出したボードと PC を USB ケーブルで接続します。ボードには2つの USB コネクターがありますが、ここでは ST-Link と記載されている方のコネクタ、CN15 の方にケーブルを接続してください。接続しますと、ボードの表側の USB コネクターのそばの LED6 が点滅します。しばらくすると LED の点滅が点灯に変わります。点灯に変わりますと、PC 側でオンボードのデバッガーのドライバーが正しく認識されたことになります。デバッガーのドライバーが正しくインストールされていることを確認するために、デバイスマネージャーを開きます。デバイスマネージャーの中から、ポーツ、COM&LPT を選択し、STMicroelectronics、ST-LINK バーチャル COM ポートと表示されていることをご確認ください。また、Universal Serial Bus Devices を選択し、ST-Link デバッグと表示されていることをご確認ください。もし表示されていない場合、ドライバーのインストール、PC の USB ポートを変更、USB ケーブルを変更、ボードの USB コネクタが正しいことの確認、PC のセキュリティソフトの無効化をお試しください。もしデバッガーのドライバーがインストールされていない場合、統合開発環境の STM32Cube IDE のインストールフォルダーにドライバーのインストーラーがありますので、こちらを実行してください。ST-LINK-Win-USB-Install.bat というファイルが該当ファイルになります。次に、STM32Cube WB のファームウェアパッケージの展開場所を確認します。パッケージの展開場所は、ご使用の PC 環境によって異なります。事前準備のご案内に従って設定しますと、PC 環境のユーザー名が日本語の場合、パッケージの展開場所は C ドライブの下の ST フォルダとなります。PC 環境のユーザー名が英数字の場合、パッケージの展開場所は C ドライブの下のユーザーズの下のユーザー名の下の STM32Cube フォルダの下のレポジトリフォルダになります。事前準備におきまして、正しく展開場所が設定できている場合、STM32Cube MX を起動して、ヘルプメニューよりアップデータセッティングスを選択することでパッケージの展開場所を確認することができます。実際に Windows の Explorer でパッケージの展開場所を確認するとこのようになります。次に無線スタックのダウンロードを進めていきます。最初に STM32WB55 のソフトウェア構成について説明します。STM32WB55 は Cortex-M4 と Cortex-M0 Plus の2つのコアを搭載したマイコンなので、各コアで動作させるプログラムをそれぞれ用意する必要があります。そこで、これらの2つのプログラムのメモリー配置について、メモリーマップを用いて説明いたします。右側に STM32WB55 のメモリーマップがありますが、ここではフラッシュメモリーとシステムメモリーのみ抜粋しています。まず Cortex-M4 で動作させるユーザーコードですが、こちらは通常のシングルコアマイコンと同様に、フラッシュメモリーの先頭からコードを配置していきます。次に Cortex-M0 Plus で動作させる無線スタックですが、こちらはフラッシュメモリーの末尾に配置します。また、この無線スタックをフラッシュメモリーにダウンロードするためには、専用のソフトウェアが必要になります。それがファームウェア更新サービス、FUS と呼ばれるコードになります。FUS はあらかじめフラッシュメモリーの末尾に書き込まれて出荷されます。一方、システムメモリーにはブートローダーが配置されています。こちらは FUS のバージョンを確認する際に使用します。続きまして、無線スタックのダウンロード手順について説明します。まず、フラッシュメモリー書き込みツールの STM32Cube Programmer を使用して、無線スタックを消去します。そして、ブートローダーを使用して、マイコンに書き込まれている FUS のバージョンを確認します。その後、FUS を更新して、最後にスタックを書き込みます。この作業が終わりましたら、それ以降は統合開発環境でプロジェクトファイルを開いてデバッグを進めるという通常の開発フローになります。では、ここからダウンロード手順に従って作業を進めていきます。まずは事前にインストールしていただいたフラッシュプログラミングツールの STM32Cube Programmer のコマンドラインツールを準備します。Windows のコマンドプロンプトを開きます。次にコマンドプロンプト上でディレクトリを変更する CD コマンドを使用して、STM32Cube Programmer がインストールされているフォルダーの中のビンフォルダを指定します。ここでマイコンに書き込まれている無線スタックを消去します。こちらのコマンドをコマンドプロンプト上で実行すると、スタックが消去されます。スタックが消去されますと、消去完了のメッセージとコマンド実行完了のメッセージが表示されます。次に FUS のバージョンを確認します。本作業にはブートモードを変更する必要があります。ここでブートモードというのはマイコンをリセットした際にアクセスするメモリー領域を指定するモードになります。STM32WB55 にはフラッシュメモリーブート、ラムブート、システムメモリーブートの3種類のブートモードがあります。デフォルトではフラッシュメモリーブートに設定されていますが、FUS のバージョン確認にはシステムメモリーブートを使用します。まずは PC とボードから USB ケーブルを外します。次にボード上の JP1 のジャンパー設定を7と8の位置から5と6の位置に変更して、電源供給ルートを ST-LINK の USB コネクタからユーザー用途の USB コネクタへ変更します。続きまして、使用していないジャンパーを使ってブートモードを切り替えます。ボード上の JP5 の一番下の RX のジャンパーを外します。外したジャンパーをボード左側の CN7 のヘッダーピンの5番と7番ピンに接続します。ジャンパーの設定が終わりましたら、ボードのユーザー USB と書いてある USB コネクターに USB ケーブルを接続します。続いて PC に USB ケーブルを接続します。ボードの接続が完了しましたら FUS のバージョンを確認します。コマンドプロンプトの画面に戻り FUS のバージョン確認のためのコマンドを実行します。こちらのコマンドをコマンドプロンプト上で実行するとバージョン情報が表示されます。右下の表に表示されたバージョンと実際の FUS のバージョンの関係を示しています。確認した FUS のバージョンが 0.5.3 の場合、バージョン 1.0.2 をダウンロードした後にバージョン 1.1.0 をダウンロードする必要があります。確認した FUS のバージョンが 1.0. の場合、バージョン 1.1.0 をダウンロードする必要があります。確認した FUS のバージョンが 1.1.0 の場合、FUS を更新する必要はありません。FUS のダウンロード方法について説明します。STM32Cube WB には FUS のバージョン 1.0.2 とバージョン 1.1.0 のバイナリファイルが同梱されており、ターゲットデバイスのフラッシュメモリーサイズによってダウンロードするアドレスが異なります。今回実習で使用するボード上のデバイスは、フラッシュメモリーのサイズが 1MB ですので、書き込むアドレスは 0x080EC000 となります。バージョン 1.0.2 とバージョン 1.1.0 のダウンロードのコマンドは、それぞれこのようになります。コマンドプロンプト上で実行していただければと思います。コマンドの中にバイナリーファイル名とアドレスを含んでいますので、間違えないようにご注意ください。また、ダウンロード対象の FUS のバイナリーファイルは、STM32CubeProgrammer のインストールディレクトリにある STM32ProgrammerCLI.exe という実行ファイルと同じフォルダに置いておくと、こちらのコマンドをそのままご利用いただけます。FUS の更新が終わりましたら、再びバージョン確認コマンドを実行して、FUS のバージョンを確認します。表示されたバージョン情報が 0101-0000 となっていれば、バージョン 1.1.0 のFUS が書き込まれていることになります。以上で FUS の更新は完了です。次は無線スタックの書き込み作業になります。今回の実習では Bluetooth ローエナジーのスタックを使用します。ファイルとしましては STM32WB55 BLE stack full fw.bin を使用します。こちらのコマンドを実行して、指定したバイナリーファイルを指定したアドレスに書き込みます。書き込みが完了すると、最後にファームウェアアップグレードサクセスというメッセージが表示されます。以上でスタックの書き込みは終了です。無線スタックの書き込みが完了しましたので、ブートモードをシステムメモリーブートからフラッシュメモリーブートへ戻します。手順としては、先ほどのブートモード切り替えの逆の手順となります。まず、PC とボードから USB ケーブルを外します。次に、ボードの左側のピンヘッダー CN7 の5番ピンと7番ピン間のジャンパーを外します。外したジャンパーを JP5 の15番ピンと16番ピンの RX のところに取り付けます。JP1 の電源オプションを USB MCU からUSB STL に付け替えます。最後に PC とボードを USB ケーブルで接続します。ボード側は CN15 の ST-LINK と書いてある方の USB コネクタに接続します。次に動作確認に使用するサンプルプログラムを開きます。該当のサンプルプログラムは STM32CubeWB のフォルダーの中の Projects P-Nucleo WB55 Nucleo Applications BLE P2P Server STM32Cube IDE のフォルダを順番に開いてください。STM32Cube IDE のフォルダが開けましたら、その中に .project というファイルがあります。こちらが STM32Cube IDE 用のプロジェクトファイルになります。こちらをダブルクリックして STM32Cube IDE を起動します。ワークスペースの場所を聞かれますので、設定してローンチをクリックします。ここでは例としてワークスペースの場所を STM32CubeIDEWS の下の BLE P2P サーバーというフォルダに設定しています。ワークスペースへのプロジェクトのインポートが完了すると、ポップアップメッセージが表示されますので、OK を選択します。STM32CubeIDE が起動しますと、左側のような画面が表示されますので、インフォメーションセンタータブの右側の×印をクリックして閉じます。そうしますと、右側のような画面になります。この画面の左側のプロジェクトエクスプローラーのところに BLE P2P サーバーというプロジェクトが表示されていることをご確認ください。プロジェクトのビルドを行います。プロジェクトメニューよりビルドオールを選択します。ショートカットキーはコントロールキープラス B キーになります。ビルドが完了するとコンソール画面にエラーとワーニングの数が表示されます。ここでデバッガーの設定を行います。LANメニューよりデバッグコンフィギュレーションズを選択します。デバッグコンフィギュレーションズの画面が表示されましたら、左側のリストにある STM32 Cortex-M4 C++ アプリケーションをダブルクリックします。そうしますと、左側のリストに New Configuration というアイテムが追加されますので、そちらを選択します。メインタブを開き、プロジェクト欄のブラウズボタンを選択して、BLE P2P サーバーを指定して OK を選択します。そこまで作業を進めますと、C++ アプリケーションの欄に、デバッグ BLE P2P サーバー .elf と表示されるのが確認できます。次に、デバッガータブを選択して、デバッグプローブ欄で ST-LINK-GDB サーバーを指定します。その後、Apply、デバッグという順に選択します。デバッガーが起動する際に、ボード上のデバッガーのファームウェアが最新ではない場合、最新のファームウェアに更新するかどうか聞かれる場合があります。その場合、Yes を選択し、Open in Update Mode のボタンをクリックしますと、現在のデバッガーのファームウェアバージョンと更新後のファームウェアバージョンが表示されます。更新する場合、アップグレードボタンを選択します。更新が完了しますと、画面下側にアップグレードサクセスフルと表示されます。デバッガーの設定が終わり、デバッガーのファームウェアを更新しましたら、デバッガーを起動します。LANメニューよりデバッグを選択します。デバッガー画面切り替えのポップアップウィンドウが表示されますので、スイッチを選択してデバッガー画面に切り替えます。プログラムがダウンロードされてデバッガーが起動しますと、このような画面になります。左側にデバッグ関連の情報を表示する画面、真ん中にコードが表示されます。また、画面上側にデバッグ用のツールバーが表示されます。デバッグ用のツールバーには、プログラムの実行再開、実行停止、デバッグセッション再起動、デバッグセッション終了、切断などの基本的な操作から、ステップインやステップオーバーなどのステップ実行系の機能など、デバッグに便利なアイコンが複数用意されています。では、ここでプログラムを実行してみましょう。実行再開のアイコンをクリックしてください。この時点でボード上のプログラムが動作している状態になりますので、今度は対抗のスマートフォンのアプリを起動します。事前にインストールしました ST-BLE センサーのアプリを起動します。起動しましたら Connect to a Device のアイコンをタップして接続を開始します。デバイスリストにデバイスが表示されましたら、その中から P2P SRV1 をタップします。しばらく接続中のアイコンが表示されます。接続が完了しますと、LED が表示された画面に切り替わります。スマートフォンの画面上の LED をタップすると、画面上の LED が黄色に変わり、ボード上の青い LED が点灯します。再度 LED をタップすると、画面上の LED が灰色に変わり、青い LED が消灯します。この動作が確認できたら、実習で使用するツールは正常に動作していることになり、ツールの動作確認は完了となります。動作確認ができましたら、最後にデバッガーを停止します。デバッグ用ツールバーの実行停止ボタンをクリックして、プログラムの実行を停止します。次にデバッグセッション終了ボタンをクリックして、デバッガーを停止します。これで実習のための開発環境の動作確認を終了します。プレゼンテーションを最後までご覧いただきましてありがとうございました。